First Take Music。 The First Take Music。 この番組はアーティストの一発撮りパフォーマンスを鮮明に記録する YouTube チャンネル The First Take のアフターストーリーを楽しむことができる音声コンテンツです。 The First Take は白いスタジオに置かれた一本のマイクの前でアーティストたちが披露する一発勝負のパフォーマンスを 4K 対応の高画質高音質で楽しむことができる映像コンテンツです。一度きりのテイクでアーティストたちはどんな姿を見せてくれるのでしょうか。そしてこの番組では The First Take に出演された様々なアーティストの皆様にパフォーマンスした楽曲のお話や撮影秘話などをインタビュー形式でお伺いします。今回登場するのは三浦大知さん。 The First Take では2018年にリリースされた飛行船、そして新曲のサンサンを披露していただきました。現在 The First Take の YouTube チャンネルで公開されています。早速ですが The First Take はレコーディングやライブとも違う環境でのパフォーマンスだと思いますが、収録はいかがでしたか？そうですね、まあもちろんこうなんていうんですかね、こう独特な緊張感はありながらも、でもとても楽しかったです。はい、なんかとても贅沢な時間でした。The First Take ではおなじみの白いスタジオでの収録でしたが、あの白いスタジオならではの感情の変化など感じるものですか？なんか有名なとこだと思いました。皆さんが歌われてるあそこになんか自分もなんか来させてもらえたんだなっていう喜びはありましたし、まずなんか結構でも自分の作業部屋も白いんですよ、すごい。なのでなんか自分のいつもこうパーソナルエリアにいる感じと近い感じはあったので、まあ、緊張感はありましたけど、自分らしくなんかできたのかなっていう感じはします。 The First Take の出演が決まった時のお気持ちや感想などいかがでしたか？なんて言うんでしょう、まあ一発撮りということなので、もちろんこうドキドキしながらも、でも本当にまあ自分もそのこう映像としていろんなアーティストの方々のそのファーストテイクは見させていただいてたので、シンプルに嬉しいなと思いました。はい、ではパフォーマンスしていただいた楽曲について伺いたいと思います。今回最初にパフォーマンスしていただいたのは2018年にリリースされた飛行船でした。こちらの楽曲を選んだ理由は何だったのでしょうか？そうですね、まあそのファーストテイクの中でいわゆるそのまあダンスバージョンといいますか、このパフォーマンスごと、まあ、撮るというか、そのダンス周りきで撮るっていうものをファーストテイクのそのスタッフさんも含めて皆さんとこう、まあ、挑戦しながら撮るという形だったんですけど、まあ、その中で、まあ、このファーストテイクの世界観だったりとか空間に、まあ、一番こうなんていうのかな、しっくりくる楽曲は何かなというのを、まあ、自分もそうですしスタッフさんとか皆さんと話していく中で、あ、この楽曲じゃないかっていうことで飛行船を、はい、選ばせてもらいました。 The First Take でのパフォーマンスはいかがでしたか？まあ、ちょうどそのツアーを回っているというのもあったので、でツアーメンバーで今回パフォーマンスさせていただいたので、まあしっかりいつも通り一個一個丁寧に思いっきりやれたらいいなっていう感じのパフォーマンスだったんですけど、なんかダンサーたちのこう熱量っていうか背中に感じる圧みたいなものもとても熱い感じがあってですね、なんかいい空間っていうかいい空気いい熱量でパフォーマンスできたんじゃないかなっていう感じはしました。2曲目のパフォーマンスは新曲のサンサンでした。この楽曲は4月から放送されている朝ドラの主題歌にもなっていますが、どんなイメージで制作された楽曲なのでしょうか？これはですね、まあ、そのドラマの
まあ、舞台というか、まあ、そのテーマが、まあ、それはやっぱ家族、沖縄の、まあ、家族の話なんですけど、でその家族っていうものとか、まあ、自分にとって の, その家族の光みたいなものとか、なんかそういうことを、まあ、テーマに、自分の結構なんかこうパーソナルな思い出だったりとか思いとしっかり向き合って作りたいなというふうに思って作った一曲です。 The First Take でのアレンジはいかがでしたか？そうですね、今回は素晴らしいミュージシャンの皆さんと一緒にパフォーマンスさせていただいて、で、まあ、バンドはいつもツアーで一緒に回ってくれてるメンバーでですね、でそのさらにプラスストリングスの皆さんに参加していただいて、とてもなんていうのかな、必要なものだけが存在しているような原曲の感じは残しつつもこうミニマムにというか、なんかとてもこのファーストテイクだからこそできたシンプルだけど思いのしっかり乗っかったアレンジをですね皆さんがしてくれたので、なんかそこの上で歌えるっていうのはとても幸せだなと思いながらパフォーマンスしてました。はい、もし今回の収録での裏話などあったら教えてください。裏話、そうです、先ほど僕その沖永良部島っていう島の両親が2人とも沖永良部島っていう島の出身で、でその島に、住んでるっていうか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが今でも住んでるんですけど、その父親の方のおばあちゃんが昨年亡くなって、でそのおばあちゃんに向けて、まあ、書いた手紙のようなものがそのサンサンっていう曲だったんですね。でそしたらなんか終わった後に一人スタッフさんが話しかけてくださって、その方が沖永良部出身の方でなかなかその沖永良部島って島もすごいちっちゃくて、まあ、本当2時間あったら車で一周できるような、なんかそんな島なんで、まさか現場で沖永良部島にゆかりのある方と出会えると思ってなかったので、でしかもなんか話聞いたら結構おじいちゃんたちと住んでるエリアとかもすごい近くて、はい、なんか同じエリアにこう住んでるっていう感じだったんで、そんな近い場所っていうか、そんなつながりのある人がスタッフさんにいたんだと思って、なんか嬉しかったですね。はい、最後にこのポッドキャストを視聴しているリスナーやファンの方にメッセージをお願いします。今回、まあ、初めて、ファーストテイク参加させていただいて、飛行船という楽曲とサンサンという曲歌わせていただいて、本当に、まあ、自分の経験としてもとても贅沢な時間でしたし、貴重な経験になったなというふうに思っております。とにかく、まあ、歌だったりパフォーマンスだったりこう思いがね先行しすぎて荒削りになってしまった部分は正直あるんですけど、でもなんか思い切り全身全霊で心を込めてパフォーマンスした、なんかそのままを皆さんになんかキャッチしていただけたら、受け取ってもらえたら嬉しいなというふうに思いますので、ぜひなんか楽しんでいただけたらなと思います。三浦大知さん、ありがとうございました。 The First Take では毎週金曜日と水曜日夜10時に様々なアーティストのパフォーマンスが更新されますが、公式 SNS には歌う前のアーティストの様子もアップされるので、 YouTube と合わせてぜひチェックしてみてください。 The First Take Music